はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D 続きをやっていきたいと思います。今回ですね、前回の続きでホムラの扉、地下12階から18階までなんですぐですね、まあ、他国のマスターが途中でいれば戦いますけど、まあ、今回のね、まあ、ここでちょっとね、実はね、パート1から、パート1っていうかホムラの扉1から2なんですけど、その間に日付変わったので、またね、1日1回のプレゼントモンスター手に入るので、そちらを紹介してからいきたいと思います。はい、ホムラの扉のね途中なんですけど、日付が変わったので、まあ、今回はねゴールド魔人がやってまいりました。もう片方の方もね手に入れてないモンスターね引き継ごうと思います。まあその前にゴールド魔人かなので、ランクそんな高くなかったね。でもね、あーそうか、マイシオロンがないのか。あ、バイキルミンでいいかな。どうせバルザックだからね。お、硬い。お、スーパーハグ。あ、落ちるかも。あ、落ちないか、大丈夫か。999だね、ダメージ。素晴らしきバルザック。身代わり。バイキルトかけたよね。いいか、このままで。もっと硬くしたいんですけどね。レベルがちょっと低いんで。ああ、魔人斬りハマってるし。スーパーハイテンション。まあ、そんなに崩れると思いますけどね。倒したかな。お、まだいかない。世界中もったいないな。あ、どのモンスター好きなんですかってちょっとね言われた時は、あ、コメントあったんですけど、エルギオス結構好きなんですよね、自分的に。硬いですね。さて、入れ替え、ゾーマにしてもいいか。落ちちゃったから。入れ替えなくてもいけんですけどね。なんかこれでいきそうな気するけど、お、いかない。もう死んでもらそうだ。呪文だったら跳ね返るんですけどね。魔人斬り。ああ、危ない。子供は。危険ですね、これね。スーパーハイテンションの。ああ、行けました、行けました。入った、入った。ゴールド魔人が。これかな？ドラゴン マシンと配合でできるみたいなね。はい、もう一個のね、交換用のデータの方で神様出てきましたね。神様星5なんだね。あ、この他にもデータあるんですけどね、とりあえずはね。普通に行けそうですけどね。はい、神様ゲット。はい、とりあえずね、先ほどの神様と、もうね、ローズダンスと神田親分とね、プリズニアンね、反対側の方で手に入れたので、まあこれを持ってきました。こちら側でね、できればワタボーを生まれさせたいんですけどね、ワタボーと真珠はちょっと自力でね、まあ自力っていうかあっちも自力なんですけど、虹の卵あればね生まれるので、まあ光あふれるうちでお金貯めてねやろうかなと思います。ということで、ルギウス今回戦います。
はい、という具合で、まあ、4体、5体、6体ぐらいかな。ゴールドマジンガとね、神様入りましたね。まあ、あと2個やってないんですけどね、あっちまだちょっと弱いんで、強いの出てきたら倒せないんですよね。まあ、そんなのもありの、まあ、星5ぐらいだったらいけるんですけどね。あとは、なんだろう、カカロンと、バルバルーが入ったので、ドメディと何でしたっけ、もう1体いますよね。それ入れれば、ステルス使おう。まあ、大体揃うんですけどね、あのね。まあ、将軍たちの派生モンスターって言えばいいのかな。とりあえずね、こことかもルギウス倒さないと入らないようなモンスターとかもいますので、あ、何もないな。反対側までこれカットですね。うん、いないもんね。井戸だ、井戸。井戸ありますね。いやー、結構ね、本当にね、集めるの大変ですね。2本買って正解でしたね。2本買ってっていうか、持ってて正解ですね、これね。何本もやっぱりあった方が 3DS も、まあ、できればなんですけどね。まあ、1万5000ぐらいで買えるんでね、安いんでね。もうすぐ、あ、欲しいと思えば買えるぐらいの値段だと思うんですけど、1万5000ぐらいだったら。まあ、なんで2台持ってんですかとかね、結構そういう質問いただくんですけど、まあ、こういうの便利ですよね。モンスター集めるときも1日1回の対戦もね、まあ、2回できて交換できたり便利ですし、まあ、プレステ4もね、2台持ってんですけどね、3も2台ありますし、ね、プレステ2に至っては3台ありますからね。まあ、壊れて買ったりもありますけどね。1個はテレビにつないで DVD 見てたりとか、もうそんな感じになっちゃってますね。結構部屋がすごいことになってるんですよ、あの機械でね。まあ、収録部屋って言えばいいのかな。この実況用のパソコンと、あと前に1回壊れて買い直して今持ってるんですけど、それと、あとノートパソコンと、あとね、もう一台あるんですよ。あと仕事で使ってるパソコンとね、4台くらいあるんですよね。あ、でも2万ぐらい溜まってるのかな？入った時34ぐらいだったかな？なんか動画見直したんですけどね。結構溜まるんですよね、使わなければ。さて、他国のマスターいないね。一番下まで来ちゃったな。よし、ルギウス戦ですね、もうちょっとでね。虹の卵ね、そろそろね、本当に欲しいので、もうこのまま一気にいっちゃいたいと思います。だから結構パートも早いと思いますね。ああ、ミミックだ、ここに来て。小さめだろ。あ、最後交換しようか、小さめだろね。20枚ぐらいなってと思うんだけどな。本当に。97枚持ってて、あと3枚でメタルキングの剣交換できますよって言った時から全然交換してないので。ダイヤモンドスライムがね、ちょっとレベル足んないかなって感じしますけどね。まあ、いけるでしょう。ん？こっちか。あ、一本道じゃん。さあ、こういう時に限って他国のマスターいると思うんだけど、いないかな。まあ、いる可能性はありますからね。回復の柱いる？いるか。あとは、まあ、回ればもしかしたらマスターいるかもしれないけど、あ、いいや、一
リちゃん。とりあえず交換で手に入りそうなモンスターとか、あとカンダタワイフとかもね欲しいんですけどね、手に入れ次第ね、まあどっちで手に入るか分かりませんけど、なるべくならこっちで手に入れたいね。卵から生まれるので、よし、じゃあちょっと調整します。はい、ではとうとうルギウス戦ですね。さあどういうイベントになってるんでしょうか。敵のリーダー魔戦士ルギウス、これは今からちょうど400年前の樹氷の国。お、セバスチャン。この旅の扉は樹氷の最も深くに通じているため、木の記憶が見えるのです。ルギウス様、ベーラとホゲイラが戻りました。ベーラ、メイザーは？なんとか地底の牢獄に、それが精一杯でした。これでもう精霊石を入手するしか手はなくなりました。私たちがあの予言から助かる術は分かっている。何としてでも手に入れる。人間どもをひねりつぶし、400年後に精霊石を。ここでも400年守るんだね、リーチギだね。先ほども申し上げましたが、これは今から400年前の樹氷の国。今から400年前といえば、前回の大会が行われるはずの時。しかし、ルギウス様たちはこのように樹氷にいた。あなた方人間が前回の大会のことを知らないのも無理からぬこと。前回の星類の大会レジェンドなどもともとなかったのですから。あなた方は我らと戦わずして精霊石を手に入れたのでございます。この記憶を見せたのは樹氷の木に何か考えがあってのことでしょう。私はそれに寄り添ったまで。それではカズボウ様、またお会いいたしましょう。何やら意味深な感じですが。ルギウス様来ましたね。だか。カズボウ、これまでにお前の戦いを何度か見てきたが、その強さは認めよう。最強クラスのモンスターマスターであると。だが樹氷のリーダーとして私は負けるわけにはいかんのだ。お前たちに勝ち、絶対に精霊石を手に入れねばならぬ理由がある。悪いが、お前を打ち負かし、この大会振り出しに戻させてもらうぞ。いざ尋常に勝負、行くぞカズボウ。ルギウス、おお、白竜王とギガントドラゴン、これ身代わりで、でも貫通されそうだけどね。守りの木使ってもいいけどね。まあ、とりあえず最後の1個のバイシオロン使おうか。のドラゴンバー貫通されますね。アタンカンタンついたらね。はい、ルギウス強いですからね。お、風烈だ。おダイスさん、ダイヤモンドスライムを甘く見るな。光の波動、あ、おお、まあ周りをね倒していただければいいかなと。白竜多分パーありますよね。じゃあスクルティオ身代わり、さらに硬くなったダイヤモンドスライムでございます。
ドラゴンバーってことはドラゴン系なんかな。あ、攻撃力アップ消えたか。おお、連続6か、これ。即死効果ついてたら面白いんですけどね。はい。もうこっち強すぎますね。このままでは。自分ね、結構ビビリなんでね、ゲームに関してはね、強いですよってコメントいただくとすごい強くする癖があって、妖怪ウォッチそれで一番最後のだるま簡単に倒しちゃったんですよね。な、何の真似だ、アルゴ。お、お前たち。頼む、俺たちのために負けてくれ。精霊さえ手に入れれば何もしない。アルゴ、貴様、それでも。ユギウス様、この揺れで何も感じませんか？もうメーザー様を。あなたの兄上を救うにはこれしか方法が残っていないのです。この国には一つの予言があった。400年後に精霊石を手にしなければある居住に国が滅ぼされるだろうとな。そして今がまさにその滅びの年。私たちはその予言を信じ、大会で確実に勝利を収めるため魔戦士を最強のモンスターに変える禁断の秘術に手を染めたのです。優れた魔戦士のみが耐えられるその術はルギウス様が受ける予定だった。だがその術に、その術か、術に耐えるにはルギウス様の魔力でも足りなかったのだ。それを悟ったルギウス様の兄上メーザー様はルギウス様の身代わりとなり凶暴な魔獣に変わり果てちまったんだ。予言にあった巨獣とは私の兄メーザーのことだったのだ。精霊石さえあれば巨獣となった兄を、そしてこの国を救うことができる。アルゴ、精霊石にかけるお前の気持ちは分かった。だが、誇りだけは失うな。我ら魔戦士が誇りを失えば死も同然ではないか。このことをね、一番このルギウスがね、思ってるはずなのにね、ずっと黙ってるっていうのがね、またね、かっこいいですよね。けれどどうするのです？このままではメーザー様は。カズボーよ、お前の勇気と強さを見て私は目が覚めた。予言に真っ向から立ち向かいたい。私にお前の力を貸してくれないか？そんな、それはつまり、たとえ差し違えたとしても兄をこの手で撃つ。兄メーザーはこの旅の扉の先にある指定の牢獄につなぎ止められている。私の後を追い、そこまで来てほしい。頼んだぞカズボー。はい。と、まあ、すごい展開になりましたけど、皆様の話聞きましょうかね。まあ、そういう事情があったとね。まあ、こっちにも事情あるけど、あっちにも事情があるっていうね。すべてわしの、ん？すべてわしのせいなんじゃ。わしが400年前に予言書など見つけてこなければ、こんなことには。ルギウス様、メーザー様、お許しを。カズボー、お願いです。ルギウス様を追い、地底の牢獄へ。心苦しいですが、もうメーザー様を撃つしか方法はないようです。俺はルギウス様の強さに憧れていた。だからあの方なら耐えられると思って禁断の秘術ってのを教えちまったんだ。あの兄弟を引き裂いちまったのはこの俺なんだよ。うおーん。
手荒な真似をしてすまなかった。本当に今は反省している。誇りを失って手に入れた勝利などメーザー様が喜ぶはずがないのにな。やっぱ大事ですよね、そういうのはね。あの揺れ、居住となった男が暴れたゆえに起きていたのか。いや、しかし一体どれだけでかい魔物になったのじゃ。こんな状況でありながら魔戦士たちは正々堂々と私たちと勝負をした。誇りか彼らのように追い込まれた時、私たちも同じことができるだろうか。まあ、そうだよね、そういうことだよ。試合ならまだしも兄弟で戦い合うなんて絶対ダメよ。ねえカズボ、なんとかならないのかな。これね、現実で自分が直面した時どうするかってね、本当にね、真剣に考えた時にまたね、成長できるね、イベントでもありますね。ゲームってそういうとこあるから面白いんですよね。いやはや、カズボイよ、ここに来て大変なことになったの。しかし人質に取られた時は、真の像が飛び出るかと思ったぞ。わしにあんな怖い思いをさせおって、あやつら本当になっとらんわ。大丈夫は相変わらずだけどね。ということで、まあ、ここに行けばいいんでしょうけど、あのキラーマシン手に入れましたよね、前回ね。まあ、まだちょっと時間があるので、まあ、キラーマシンと、キラーマシン2かな、まだ作ってないので、そこだけ作っちゃおうか。図鑑がもうほとんど埋まってるんですよ。だからもう埋めたいんですよね、はっきり言ってね。土偶戦士とかね、多分ここの先に出てくるような感じの、まあね、今情報はいただいてるので、キラマシン2不明って書いてますけど、自分やりしてるので、それはね。なので、ひとまず、とりあえずね、まあ、ホームラン扉はこれ攻略です。道中なんかいましたね。キラマシン捕まえに行こうと思ったんですよね。キラマシン2の作り方が、キラマシン2体必要なので、ホームラン扉ね、もう一回入れたのでね。何入れんだ、これ。いないの出ればいいけど。あー、またこれか。まあいいや、これだったら返しましょう。探しに行くとね、4回でね、すでにね、他国のマスターに2回会うっていうね。あー、これか。まあ、よく出るまーすね。最初出たら嬉しいんですけどね。はい、4回の次、5回でまた出てくるっていうね、このとんでもない現象。こんだけ出てくればいいんですけどね、毎回ね。さあ、何が出てくる？もうほとんど思ってると思うんですけど、キラマジン2出てきたらいいんだけど。あー、キラマジンがパターンだね、これね。まあ、嬉しいっちゃ嬉しいね。はい、キラーマシンゲットということで、まあ、1回で捕まえちゃえばよかったんですけどね。忘れてました、これ2体いるの。なので、これで、ホームラン扉行けばね、巡り合いの扉行かなくて済むんでね。あと、メタルエリアがあったんでね。よかったですね。これで星降りの祠行って、ゴールデンゴーレムがね、かける2点のいるんですよ。なので、どっちだっけな。はい、キラーマシン同士のキラーマシンね、作ってで、またレベル上げたりなんだりするんですけど、はい、ゴールデンゴーレムの ×2 のね、ゴールデンゴーレム4体配合でキラーマシン2ができますということでね、まあ、配合理論はこんな感じなので、これはね、次回までに作っておきます。レベル上げたり裏作業したりね、またモンスターなんか手に入れたりしたいと思いますので、あと虹の卵ちょっとね、孵化しそうなので、まあ、何が生まれるか次回ね、やってからいきたいと思います。その間にね、キラーマシン2を配合して、あのね、メイザーがいるというね、扉いきたいと思います。なので今回ルギウス終わりましたということでね、もう冒険も大詰めになってまいりました。次回ね、どんな展開が待ち受けているんでしょうか。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。